はい、続いて2問目いきましょう。第1文目。Ken married Aki in 1998. Ken が主語で、この marry という動詞がちょっとくせ者ですね。marry という動詞は S marry 誰それで、S が誰それと結婚するという、つまり3番の動詞なんですね。はい。なので、この Aki が目的語になると。これで文章としては終わってますね。Ken は Aki と結婚しました。In 1998、前置詞プラス西暦という名詞の組み合わせで副詞を作っていますね。1998年に結婚したということになります。2文目いきましょう。She worked at a bookstore across his office. 彼女は、work は普通1番で使いますので、こうなりますね。ここで文の意味としては終わってます。彼女は働いていたんですよ。じゃあどこで働いてたのかって言ったら、at が前置詞、bookstore が名詞で、前置詞プラス名詞の組み合わせ、本屋さんで働いておりましたとなりますね。最後のところ行きましょうか。across his office のところですね。across が、これも前置詞なんですね。なので後ろに his office という名詞が来て、ここで組み合わせが成立していると。じゃあ彼の職場の向かいでか向かいのかが、分かれ道ですね。こういうところをうやむやにしてほしくはないですね。じゃあ仮にですが、副詞だと考えた場合、彼の職場の向かいで働いていたと言えるかと、じゃあちょっとそれはきつそうですね。このように動詞を修飾して、彼の職場の向かいで働いていた、本屋で働いていたとかぶりますね。なのでこれはちゃうだろうと、つまり副詞だと考えたのは失敗だったわけですね。じゃあ何と考えるべきなのかと言いますと、残る選択肢は形容詞しかないと。彼の職場の向かいの本屋さんと、形容詞やったら名詞のブックストアが就職できますので、 across his office は形容詞だったということができます。はい、最後の3文目いきましょう。they が彼と彼女ですね。ケンとアキさんは、こういうファーストとかいうのがいきなり出てきてビビらないようにしましょう。基本に忠実に動詞を探します。met は meet の過去形なんですが、普通 meet は s meet 誰それで3番で使うんですけど、目的語ありませんから、もう1番にしかならないと。主語に複数の人が来て、その人たちが出会うという意味の1番の動詞ですね。残ったのはもう全部副詞や副詞で処理できるんじゃないですかね。はい、初めて出会った、1996年に出会ったと。続けますと、ケンさんとアキさんは1996年に初めて出会いましたとなるわけですね。